妙義神社は、群馬県富岡市にある神社である。旧社格は、県社。高下三山の一つである、妙義山の登録に鎮座し、妙義山信仰の中心となっている神社である。江戸時代は、関東平野の北西に位置し、江戸の観天門の沈めとして、家運営旧子村繁盛を願って、歴代の徳川将軍家に深く信仰された。近年は、 たびたび大河ドラマのロケ地として使用されている。葬門をくぐると、道鳥ー,ーで、その先に165段の石段があるが、ここは2005年の、吉常で、牛若丸が修行する倉間寺という設定で、ロケ地になった。また、2009年の、天地人においても、雲道案の新員撮影は、当社で行われた。2007年の台風による土砂崩れで一部被害が出た。 ために修復が必要となったため、本殿につながる、階段以降は立ち入り禁止となった際は、波おのれ蘇者殿を仮殿と定めていた。復旧工事は2013年12月に完了し、本殿も5年ぶりに一般公開された。創建は、剣化天皇2年と伝わる。神仏集合時代、妙義神社には、別当として、上野寛永寺の末寺である白雲。 山高県院石東寺があった。現在の妙義神社の宗門は、明治の初めに廃寺となった、石東寺の仁王門である。白雲山石東寺の仁王門だったため、妙義神社の宗門となった現在も左右に、仁王像が祀られている。現在の社殿は、法暦年間の大改修によるものである。古くは波おのれそ神社といい、日本三大実力に記載がある。ありがとうございます。